本日はですね、統合データベース講演会 AJAX 本郷13ということで、ここ DBCLS での開催となります。わざわざお越しいただいてありがとうございます。まず最初に、僕の方からですね、DBCLS っていう、この、センターについてを少しと、あとは、今日の会の趣旨について、簡単に喋りたいと思います。で、副題としてですね、今回第4回統合牧場収穫祭っていう名前がついておりまして、で、これは何かと言いますと、その後々に、紹介をしていきますが、収穫祭という名前でやらせていただきます。で、ハッシュタグはですね、TOGO ファームの統合ファームで、Twitter とかに、何か流してもらうと、後で見返せたり、まとめるたい人がまとめてくれたりしていいかなと思います。それでですね、あと会場にはですね、こっちも映ってないんですよね。見えてるのかな。会場には、シャープ統合ファームで、投稿された、ツイッターのポストが、映されるようになっておりますので、会場にいる方は、もちろん声を上げていただいていいんですけれども、もしですねユーストリームとかの配信で、見てらっしゃる方で質問とか、コメントとかがあれば、シャープ統合ファームで、投稿していただければ、見えるようになってますので、よろしくお願いします。で、まず、DBCLS とは何かというような話から、簡単に、説明させていただきたいと思います。で、 DBCLS っていうのはですね、正式名称が、ライフサイエンス統合データベースセンターといいます。で、大学共同利用機関法人という名前の法人 で情報システム研究機構という機構に所属する国の研究所です。で、どういうことをしているかというと、国内の生命科学研究分野における、これはですね、だから、理学、薬学、農学という、そのそういうのを問わず生命科学全般ですねにおける、データベースを統合化するための拠点として、設立されたセンターになります。で、センターの、ウェブサイトの URL がこちらにありまして、 dbcls.lois.ac.jp というところにアクセスしていただければ、詳しい情報が見れるかと思います。でですね、あまり長く語るとちょっと、時間もなくなりますし、ここでは簡単に、説明させていただくんですけど、この DBCLS っていうのは2007年に設立をされた、割と新しい研究所でして、で、いろんな生命科学分野で出されたデータをですね、データベースで、共有するんですけども、そういうところで一般に共有される公共のデータを、より有効利用するための、いろいろな技術開発、研究開発を行っている研究所というふうになっております。で、ですね、いろいろとこう細かい研究プロジェクトだったりとか、いろいろなことがあるんですけども、ざっくりと説明してしまうと、統合データベースプロジェクトという大きな、プロジェクトがありまして、それの下で、データベースの統合、つまりいろんなところに散らばってバラバラになっているデータベースを一緒に統合して、より使いやすくするっていうような技術開発、研究開発を行っています。で、というのが DBCLS の、話になるんですが、それから翻りまして今日の話題ですね。で、先ほどの、ページ、統合ホームページというところがあるんですが、そこのところにこんな風に教材人材育成というところがあって、統合 TB とか、MODB とか書いてあるんですが、今日は、この辺の話題がメインになってきます。で、何のこっちゃと言いますと、先にまずこの統合牧場とはという話からいきたいと思うんですが、最初に統合牧場収穫祭っていうふうに話をしたんですが、その統合牧場っていうのはですね、その牧場とか言っていて何のこっちゃよくわからないんですが、これは、学生さんのリサーチアシスタントさんですね、学生さんのアルバイトさんが、この DBCLS で、行っている活動の、チームの名前が統合牧場ということになっております。で、普通の、なんて言うんでしょう、研究室に所属したりとかっていうのとは違って、全然所属も違うような学生さんが DBCLS に集まってきて、自分の本業とは、違う、ことをですね、
アルバイトとして研究開発を行うということで、まあ、ちょっと毛色の違う普通の、研究室とかはとはちょっと毛色の違う次世代型の研究開発チームと僕らの方では言っております。でこちらもですね、URL がありまして、g86.dbcls.jp というところに行きますとこの、リサーチアシスタントの、チームのウェブサイトがありますのでそちらもご覧いただければと思います。で、アルバイト とか研究開発とか言ってるんですけど、まあ、実際何をやっているかと言いますとざっくり言いますと生命科学系の、まあ、学科専攻の学生さんが集まっていますのでそういう生命科学系のコンテンツの作成だったりとか技術開発とかっていうことをメインに行っています。で、まあ、ざっくり言いすぎてこれもよくわからないんですが、まあ、具体的にどういう仕事をしているかどういうものを作って、まあ、どういうなんて言うんでしょうね、まあ、サービスをやっていたりとかっていうことはこの後にですね、それぞれが発表をしてくださるのでしてくれるので、そちらでということでここではあまり語りません。で、チームの一番大きなポリシーとしてですね、オープンな情報共有っていうものがありまして例えば、まあ、オンラインがメインになりますが、普通の研究室とかとは違ってやった成果はもうどん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 完了していないものでもどんどん途中経過とかもですね、ブログやツイッターやいろんな媒体を通して、共有していくっていうことをポリシーに、また、何か言われてこういう仕事をやってねっていうふうに、言われてそれをやるとかっていうような普通のアルバイトとは違いまして、自分からこういうことをするっていうふうに決めて自発的に活動するっていうところがちょっと変わってるかなと思います。で、これまでにもですね多くの学生が、大体累計で、まあ、30、40とかになると思うんですけどが牧場でですねリサーチアシスタントとして活動してそしてまあ出て、まあ、いろんなそれぞれの、まあ、キャリアに進んでいきました。で、帰ってきて本日の、統合牧場収穫祭というところに帰ってくるんですがこれがですね通算4回目となる、学生のそのリサーチアシスタントさんたちによる、1年間の成果発表会ということになっております。で過去3回も、ですねまあ、今もやってるんですけどインターネット中継を行ってで、行った発表はですね、統合 TV っていう、DBCLS で、行っているサービスの上で、動画が常に見られるように配信をしているなどこれも、またオープンな形で、行っております。でまあ、ここを見ていただくとこういうふうにかつてのです、ね、発表がこう動画として置いてあって、まあ、YouTube とかにもアップロードされて誰でもどこでも見れるようになっているんですが、まあ、自らこうです、ね、コンテンツとなって、なんて言うんでしょう、まあ、ライフサイエンス分野の、まあ、より良い研究活動のために、頑張っているということになります。で、まあ、その収穫祭はその成果発表会って今言ったんですけれどももう一つ、理由があって、まあ、春は出会いと別れの季節ということですね、人がどんどん卒業して出ていくので人が足りないわけですね。でなのでここでは、興味を持った方というか、まあ、牧場の活動を、発表して、まあ、なんて言うんでしょう周知広報することで、興味を持った学生さんに、新しくアレイとして来てもらう、まあ、勧誘の意味を込めているわけです、まあ、明るく楽しい職場ですので、興味を持った方はですねまあ、この会場でスタッフまで声をかけていただくかもしくはツイッターで今言ってますけれども統合ファームっていうハッシュタグをつけて、投稿していただければ、いいかなと思います。というところで、こちらのイントロダクションは、終了とさせていただきます。ありがとうございます。